バカ対イトロカ社。狼男がバカであり、吸血鬼がバカであることを証明する議論。文、エオニモロペス・ソルデブラ。現実との類似は単なる偶然であり、現在の出来事、人物、場所、生きているかいないか、実在するかしないか、架空かどうかにかかわらず、単なる偶然であり、作者の熱狂的な想像力の暴走の産物である。ヘッドホンの使用は必須ではありませんが、 より良い状態でコンテンツをお楽しみいただくために、ヘッドホンをご使用ください。では、始めましょう。人生は、非常に短く、馬鹿は人生に溢れているという理屈から出発すれば、馬鹿な人間を相手にするつもりなら、その少ない時間が無駄になる。馬鹿は時間よりも多く存在するからだ。人生は呼吸だと知っているから、馬鹿にならざるを得ない。だから、別の馬鹿がやってきて、 自分を一生生かしておくために噛みつかなければならない。バカな人間を相手に、バカのようにやっていく。バカは叫ぶ、利口な人は話す、賢い人は黙っている、狼男は叫ぶ、話さない、黙っているのではなく、話し方を知らないから対話できない、だからバカでしかない、ということわざがある。ウィリアム・シェイクスピアの言葉を借りれば、人生とは、バカが語る物語のようなも。ので、 口先と熱狂に満ちた、全く意味のないものである。まあ、馬鹿に詳しい馬鹿が馬鹿のために語る人狼の話ほど馬鹿なものはないんですけどね。また、こんな言葉もあります。声をした者はそれに気づかず、すぐに馬鹿になる。だから、馬鹿である狼男に声をすることは、馬鹿の二乗になることなのだ。また、馬鹿は金が続かないというのも事実で、 だから人狼は金を持って現れることはない。第一にズボンにポケットがないから、第二に金がない。あっても使い道がわからない。金の使い道がわからないということは、少ない金が長続きしない。これは馬鹿であることの明確な現れであろう。毎日夜が明けるごとに馬鹿が増えるとしたら、満月が来た時にはその数は倍増しており、そうなったということは、経過した時間を月霊月と呼び、それは二十九太陽日であり、人狼が出てくる期間であり、 この中で発見できることは、まず、彼らは町にほとんど出ず、し、たがってコンプレックスを持った存在であり、次に、彼らが一つ気合いに出て一番得意なことは、コンプレックスを持たない馬鹿を演じることだと観察できることである。なお、狼は世界各地に存在するわけではないので、他の動物もその土地でどのような文化が発達しているかによって、同じような役割を与えられていることになる。例えば、 欧米では豚のオスを信じるフェミニスト運動が展開され、アフリカではヨーロッパ人を指してハイエナのオスを、他の地域では鳥インフルエンザの犯人として鶏のオスを信じています。北米では、スカンクマンはリフトに乗ることが禁止されています。豚男、ハイエナ男、鳥男、スカンク男がバカなら、狼男も同じでいいじゃないかというわけだ。人、狼がバカで、 それを信じる者も馬鹿であることを論証した上で、吸血鬼が馬鹿で、それを信じる者も馬鹿であることも同様に重要であり、さらに馬鹿なのは、馬鹿と声に落ちることであろう。この最後の主張は、吸血鬼が愚か者であることを証明せざるを得ないのか、それとも愚か者だけが吸血鬼になれるのか、それは誰にもわからない。それが何でないかを定義することから始めましょう。 そして物事はそれらが何であるかによって定義することができるのでそれを行います。すなわち、テーブルはテーブルであるのでテーブルですが、テーブルはバッハローではないのでテーブルであると完全に言うこともできます。従って、吸血鬼は霊魂がないから霊魂がないのであり、もし霊魂があったとしても霊魂がないから使わない。従って、霊魂のない愚か者である。吸血鬼は起業家ではありません。そのため、彼は精神を欠いているので、 そしてもしそうなら、彼は愚か者であるので、彼は絶対に何も引き受けません。吸血鬼は母校がないため勉強していないので学者ではなく、勉強しない人は愚か者です。吸血鬼には意識がなく、自分自身や鏡を見ることができず、自分自身を見ることができない人は愚か者であるため、意識もありません。吸血鬼にはモラルがない。なぜなら、 彼が自分を識別するために他人に求める唯一の性質は、まさに最悪の性質であり、最悪のものを求めるものは愚か者だからである。吸血鬼は、新しい冒険を与えてくれる出来事や出来事を求めて世界を旅するボヘミアンではない。なぜなら、彼の唯一の意図は、常に同じ古いものを引き起こすことであり、常に全てのことに同じ終わりを求めるものは愚か者である。吸血鬼は、無駄ないから無双化ではないし、 眠らないから夢を見たことがないものは愚か者である。吸血鬼の男は毎日違う女を持つことに耐えられないから慈愛の妹ではない。我慢してでも毎日違う女を持つことに耐えられないものは無能である。吸血鬼は事前の妹ではないので女性の専門家ではありません。そして彼が事前の妹ではないためにすでに愚かだったならば、彼はまた女性を理解しないことのために愚かです。吸血鬼はリーダーではない。 男から嫌われるからだ。学校に行かなかったことですでにバカだったなら、競争社会でリーダーとしての訓練を受けなかったことでさらにバカになった。リーダーシップにかける完全な今どきの個人、つまりはバカ上司の典型である。吸血鬼はリーダーではありません。なぜなら男性は彼を憎んでいるからです。そして彼が学校に行かなかったためにすでに愚かだったならば、彼は競争の激しい世界でリーダーとして訓練されなかったためにもっとそうです。 そしてリーダーシップを書いているいやらしい個人、つまり典型的な愚かな上司であることのためにさらにそうです。吸血鬼は事故で終わるような野蛮なことをしてもバスの運転手にはならないし、野蛮人として事故を生むことに一生を費やしてきた人間は無能である。吸血鬼は女の虚栄心を天職としていても整形外科医ではないし、整形外科医でもないのに女の虚栄心を追い求めて生きるものは無能である。 吸血鬼は選挙に立候補できないので候補者ではありませんが、彼は魂を持っていないためにすでに愚かだったので、政治を行使するためにそれを完全に行うことができ、選挙に宣言された吸血鬼として有権者に自分自身を提示する人は愚か者です。ヴァンパイアは社会保険で髪を切っているように見えるから美容師ではない。そのためには、アホになるしかない。吸血鬼とは何か、そのアイデンティティ、 および本質的な特徴の定義に関しては、吸血鬼が次の点で完璧な愚か者であることを引用することは注目に値します。吸血鬼は、女性との難しいゲームを求めたり、遊んだりしないため、このようにして、女性が高価なディナーで目をえぐり出しているように感じながら、本当に血を吸うことが何であるかを彼自身の存在で証明します。その女性は常に半分を残し、 女性が怒っている時は贈り物は役に立たず、アパートを与えて、お金がなくて若い人に会うためにそれらを使用できるようにすることも同様に役に立たない。ヴァンパイアは、特に自分の職業や業績において、一人一人の女性が唯一のインスピレーションであることを最大限に偽る必要もなければ、将来の子供に下品な性を与えることを約束する必要もなく、他の女性に嫉妬や戦望を抱かせることを楽しむ必要もない。それどころか、 感情も緊張もなく、相手の女性にバレることも恐れず、侮辱されることも剣をされることもなく、そのまま女性の体を奪い、血を吸うのである。それらのものには価値がありません。そして彼は邪悪なので、彼らは価値がありません。彼はすべての男性が言うのと同じことをすべての女性に話すので愚か者です。彼は一人で、悲しい、彼は永遠に苦しんでおり、 彼は永遠に彼に同行する理想的な女性を探しています。彼が女性を誘惑するとき、彼は夫が見ている子供たちのパーティーの真っ只中にハンバーガーレストランで誘惑に成功することをあえてしないだろうということで、誰もいない場所に隠れて一人でそれをするので、彼は愚か者です。彼が微笑むとき、彼は彼の剣士を見せるためにそれをするだけなので、彼はバカです。彼は自分の信念から制服を着ているので愚か者です。 男性は彼が不滅であり、できるだけ多くの女性を持つ時間があると信じているので、彼は完璧な愚か者であり、女性は彼が永遠に彼らと一緒にいることができると思うので、彼を美しく魅力的だと信じています。そして最後に、バカとバカ、狼男と吸血鬼は、不具体点の敵であり、いつでもありのままの姿で退治する傾向があるので、決して意見が一致することはない、ということです。 もし、ナレーションを気に入っていただけたなら、私のチャンネルをご覧ください。様々なコンテンツがあり、今後も短いユーモアのあるオーディオブックをアップロードする予定です。もし、このビデオが気に入ったら、いいねを押してください。また、チャンネル登録と、チャンネルからの情報を受け取るための小さなベルを押すことを忘れないでください。ご清聴ありがとうございました。